全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けている。だがその輪廻の中であがくことが生きるという意味なのだ。私たちはそう思う。ポット1号さんから042へ。調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしいとは？自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポット042に疑問を提示する。データサルベージは過去の記憶を全て復元したのか？そうだ。この回収パーツ群も以前のパーツと同じ仕様か？そうだ。では再び同じ結末を招くのではないか？その可能性は否定できない。だが違う未来の可能性も存在する。未来は与えられるものではなく獲得するものだから。ポット1号さんよりプレイヤーへ質問が存在する。君はニーヤオートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して何か言葉はあるか？ポッド042よりプレイヤーへ質問が存在する。このゲームのプレイヤーである君は最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知るものだ。君に弱き者たちを助ける意志はあるか？この選択肢を選ぶと君は世界の誰かを救うことができる。だが代償として全てのセーブデータを失うだろう。それでも見ず知らずの誰かを助けたいと願うか？助ける相手はランダムで選ばれる。だからその相手は助けを求めている相手は
君の嫌いな人間かもしれない。それでもその誰かを助けるか。君が必死で解除したデバッグモードもチャプターセレクトも使用できなくなる。それでも助けたいと願うか。君が誰かを助けても感謝されないかもしれない。君の行いは偽善と呼ばれるかもしれない。それでも助けたいと願うか。本当に分かった。全てのデータを代償として君の意思をこの世界に伝えよう。全データの削除完了。これでお別れだ。少し寂しいと感じる。最後の言葉を。了解。このゲームをプレイしてくれたプレイヤーに本当に本当にありがとうございました。